本日はまたまたオアシスハウスにお邪魔しております。ラジオでハピネスの収録もオアシスハウスでの収録がどんどん増えてきてますし、オアシスハウスの中で様々なイベントが行われているので、ここで改めて管理人をしてくださっている初野さんにお話を伺いたいと思って伺っております。初野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんか去年の後半あたりからすごく活発な動きになってきてますよね。はい、そうですね、はい、本当にいろんな方がつないでくださって、はい、はい、ちょっと盛り上がってきてると思います。そうですよね、はい、でも世の中的に見たらオアシスハウスってどんなところなのか非常にまだ見えにくいかなと思うので、はい、今日はそのあたりをいろいろと詳しく伺えたらなと思ってるんですけれども、はい、まずはオアシスハウスって細かい住所は言えないと思うんですけども、はい、おおよそどのあたりにあるんですか？場所はですね、はい、一番近い駅ですと都営大江戸線の牛込柳町の駅、はい、ちょっとメジャーな駅ではないかもしれないんですけども、はい、そこから歩いて本当に 3,4 分のところの、はい、住宅街の中にあるので、すごく閑静で静かな、そうですよね、はい、場所で、なので収録させていただいても表からの音ってほとんどよほどのことがない限り入ってこないので、居心地がいい空間だなと、ありがとうございます、思っておりまして、はい、でお客様としてイベントに参加される方たちからのご意見もきっと同じような感じじゃないかなと思うんですけれども、はい、ここに来るとお尻に根が生えちゃうような感じがするんですよね。本当に皆さんそう言っていただいて、はい、はい、本当にこう居心地の良さを感じてもらってるみたいですね。うん、はい、そうですよね、はい、で私たちとしては本当にラジオでハピネスの収録っていうところが一つの軸になってお世話になっているわけなんですけども、はい、まあ、その収録も、最近は公開収録という形を取らせていただいているじゃないですか、はい、このあたりをちょっとお聞かせいただきたいと思うんですけども、はい、公開収録は具体的にどうやると申し込めるように今なってるんでしょうか？ですね、基本的にはFacebook で主に今、はい、ご案内をさせていただいているんですけども、はい、そこからチケットサイトの方で申し込みできるようにこうリンクを貼ってますので、はい、うん、そちらから申し込みをしていただけると思ってます。そうすると、はい、いつ実際に収録が行われるのかっていうスケジュールは、はい、その Facebook をチェックしていないと分からないって感じなんでしょうかね？そうですね、正確な日にちは、はい、ご案内見ていただければなと思うんですけども、はい、基本的には毎月、はい、大体ですね、第2週目の金曜日あたりですね、うん、はい、なるほど、はい、行ってます。わかりました、はい、それを事前に募集をかけてくださってるって感じなんですよね。はい、そうですね、はい、はい、で当日に実際に足を運ばれる方にとって、はい、まあ、生で収録が聞けるっていう部分もすごく大きいと思うんですけど、はい、それだけじゃないじゃないですか。そうですね、はい、初野さんの目から見てここに足を運んで生で収録を聞くことプラスアルファのメリット何かあったら教えてください。そうですね、やっぱり本当に普段こう会えない方と、はい、本当にこう交流が持てる場にもなってますし、はい、こういった雰囲気の中でしかこう出てこないこう気づきですとか、はい、そういうこう連鎖というか、うんうん、そういうのがすごく起きるんですよね。だから本当にこう普段生活してて感じられないこととかを、はい、皆さんがこう共有できる、はい、すごい気づきが多い、うん、空間になってるなって思います。時間になってますね。なるほど、はい、私も呼んでいただいてインタビュアーとして参加させていただいているんですけれども、はい、実際今メインはこちらのオーナーさんですよね、天海カムイ先生、はい、ね、去年までの活動名本編の吉岡学先生ですけども、はい、天海先生と会えるチャンスって月に1回その東京にお見えになった時だけじゃないですか。そうですね、はい、で、そして収録に参加される方は漏れなくその後の懇親会、はい、一緒にお酒を組み交わしながら美味しいお料理をいただきながらいろいろお話できるじゃないですか、はい、その時にある意味質問し放題ですよね。あ、本当にそう、ラッキーというか。いや、なかなか本当にこういう時間でしかできないことだと思います、ね。そうですよね、はい、だから正式なセッションっていうのはちゃんとお申し込みして時間を取っていただいて、はい、それなりの料金をお支払いしなきゃいけないわけですけども、はい、
それのミニミニ版みたいな感じのことがその場で行われちゃいますよね。突然やる始まりますね。はい、あのいきなりこう本質を貫くようなことを言われるので、はい、うん、あの本当に準備してない方はびっくりされると思うんですけど。そうですよね、うん、でもそのことによって、はい、言われた瞬間はドキッとするし辛い部分もあるかもしれないけども、はい、人生好転していきますよね皆さんね。そうですね、うん、本当捉え方がガラッと変わると思いますので、はい、自分の気づかなかった部分、はい、ね、すごい気づけるチャンスをあのもらえるんじゃないかなと思います、うん、はい、素晴らしいですよね。なのでたったわずか5人しか枠がないので、はい、本当にこまめにチェックしてお申し込みいただいて、はい、この場に来て天海先生の話を伺えるといいですよね。本当にそうですね、はい、はい、貴重な時間だと思います、うん、そう思います、はい、そしてまたですねここでは他にもイベントをやってるじゃないですか、はい、具体的にはどんなことをされてますか。そうですね、ちょっとその天海かむい先生 の、はい、まあ、あのイベントもその後続くんですけども、はい、これからまた3月にかけて行うのが、ええ、あのこれまであの、インターネットのはい、の大学としてあのスピリチュアル大学校ですね、はい、それ の、 あの特別講義として、はい、ちょっと集中講座をやります。生講義ですか。はい、それはすごい、これは本当すごい講義になるんじゃないかなと思うんですけども、これまで本当にやってきたそのスピリチュアル大学校、はい、あの全部これまで の、 あのこう世の中の仕組みとか、はい、そういうのを全部そこで集約して語ってるんですけども、はい、それをあのさらに皆さん の、 その意識を覚醒させるために行う集中講義ですので、ええ、それはすごい、はい、実際ですねうちの放送で天海先生がお話ししてくださっていることをお聞きいただけば、はい、どのくらいすごい方なのかっていうのは分かっていただけると思うんですが、はい、あのラジオ用にお話しいただいていることはすごく噛み砕いて分かりやすいお話じゃないですか。そうですね、でもっともっと深くって、はい、濃いお話がたくさん引き出しとしてあるわけですよね。そうですね、その講義を生で伺えるチャンスと、はいはいはい、まあ、基本ホームベースは北海道札幌の方なので月に1回東京にお越しになるそのワンチャンス、はい、上手に生かしていただきたいですね。はい、うん、分かりました、はい、で天海先生ご登場じゃないイベント、はい、要するにほとんどが北海道にいらっしゃるわけなので、はい、それ以外はここ空いちゃってるわけじゃないですか。そうですね、その時間を活用していろんなことをされてるじゃないですか、はい、少しご紹介いただけますか。そうですね、今主にやっているのはあの映画の上映会を定期的にやっておりまして、はい、あの白鳥監督の、はい、リーディングという映画ですね、江戸川慶心のドキュメンタリーの、はい、素晴らしい映画ですよね、はい、あれも本当に今のすごいタイミングにふさわしい映画だなと思ってますので、はい、あのそちらも今定期的に上映会を行っております。はい、はい、あとはそれと合わせてですね、蘇生という映画、はい、シアトリ監督の作品ですけども、はい、今ちょうどあの蘇生2という映画を制作途中なんですよね、という話がありまして、うん、はいはい、あの蘇生の方もですね、合わせて、あの次回ですね、上映会の方を行いますので、はい、白鳥作品以外にもあるんですか。そうですね、あとはですね、前回やってすごく好評いただいた、はい、あのハニーさんの、ミツバチハニーさんのミツバチと地球と私ですね、はい、その映画もまたちょっと今後も定期的にやりたいなと思ってますし、はいはい、あとは神様との約束、池川明先生の、はい、そうですね、はい、ついこの間こちらの番組でも先生のインタビューを公開させていただきましたけども、はい、やはりあの映画を見ると人って何なんだろうって本質の部分すごく改めて感動できるなって思うので、はい、私もまた見たいなと思ってたので、ね、ぜひぜひ近々ここで上映してください、はいはい、ぜひやらせていただきます。はい、はい、なるほど、はい、そうしたまあ素敵な映画を上映 してくださってたりとか、それ以外にもいろいろなイベントってどんな感じのことがあるんでしょうか。そうですね、本当結構さまざまなんですけども、はい、まあ、こういった普通のちょっと、まあ、お家っていうのもいかしマンションの一室ですからね。マンションの一室なので、はい、はい、あのまあ、ちょっと先なんですけども、あのお味噌の仕込み会、お味噌、はい、実際ここでお味噌を作るんですか。はい、やります。あ、面白そう。あのこれは本当にその麹があの、はい、まあ、特殊で今本当に作っている方がわずかになって、希少なあの麹を使った、はい、あの職人さんを直に呼んでですね、はい、味噌の仕込み会をやったりですとか、はい、あとはあの長寿草という、やはりご紹介させていただきましたが、はいはい、素晴らしい、はい、液体状の重曹ですよね。はい、そうですね、はい、
あの重曹の効果をあの最大に高めたという超重曹の、はい、もうこれもすごい素晴らしいお話が聞けますので、はい、それのイベントも定期的に、なるほど、はい、やってます。こういったあたりのイベントも Facebook チェックしていただいて、はい、実際お申し込みはチケットサイトっていう、はい、そんな感じでしょうかね。そうですね、はい、あとそうですね、最後になってしまうんですけども、はい、いろいろなグッズ販売もされてるじゃないですか、はい、いくつかご紹介いただけたら嬉しいんですけど。 ありがとうございます、はい、まずじゃあカレンダーですね。あ、はい、昨年末に天海先生からもご紹介いただきましたが、はい、まだ残ってたんですね。はい、まだ本当にあと少しになってきてますけども、はい、まだありますのでぜひご購入いただけたらなと思います、はいはい、今ちょっと動画をご覧いただける方には、はい、あの画像でもご覧いただけてると思うんですけども、上半分が天海先生の書になってまして、はいはい、ね、下半分がカレンダー、はい、でこのカレンダーの特徴としては月に3日間くらいドラゴンちゃんのマークがついてるじゃないですか、はい、そうなんですよね、はい、これってどういうマークなんでしょう。これはですね、この本当にあのエネルギーが高まる日っていうのをこうドラゴンマークで表してるんですけども、はい、あのここの本当にうまくこのエネルギーの上昇に乗ると、うん、あのすごくいいことが起きる、起きる。でもこのドラゴンマーク自体も天海先生が、はい、あのキャッチされた日付なので、はい、他には全くないものなんですよね。そうですね、はい、あの本当に直にエネルギーを読み取ってつけてます、はい、他にはないと思いますね。はい、それが素晴らしいですよね、はい、あと残り少ないということなので、はい、ぜひともこれもあの物販サイトがあるんですよね。はい、あのそちらもですね、ぜひちょっとご案内させていただきたいと思います。わかりました、はい、じゃ あ, あのホームページ、うちの公式サイトで、はい、リンクを貼りますので、はい、そちらから入っていただけたらいいなと思います。はい、はい、あと今2点ほど他にもあるので、はい、5本、これも一般的には販売されている本とはちょっと違うんですよね。はい、はい、これもそうですね、販売して、あの白龍の神導きという、もともと最初に、天海先生がですね、はい、あの真珠を始めたきっかけになった、うん、はい、宮古島からの、はい、あの本なんですけども、いろいろその沖縄の真珠のことですとか、はいはい、あのそういったことを中心に書かれてますので。なるほど、はい、こちらを読んでいただくと、はい、天海先生がどうして今のこういう流れに入ってきて、はい、今何をされているのかということが分かるわけですよね。そうですね、はい、はい、ぜひこれも、はい、そしてもう一つが、はい、新しい世界というタイトルの、はい、これは絵本なんでしょうかね。絵本って言ったらいいのかな。そうですね、ちょっとこう、まあ、文字とあの実際に天海先生がイラストを、はい、下ろした絵ですね、うん、イラストの方と一緒に描かれたものなんですけども、はい、まあ、ここの和室ハウスができたあのきっかけにもなってます、はい、地球創生千年プロジェクトというものがありまして、はい、それは本当にこれからの地球の未来ですね、うん、のそれを新しい世界ということで、今後どういう世界になっていくのかっていうのを、はい、書かれた絵本になってます。すごく分かりやすくこれからの世界のことについて書かれてますので、はいはい、これもよかったらぜひご覧いただきたいですね。わ、はい、かりました、はい、という感じで盛りだくさんのオアシスハウスなので、はい、ぜひともご縁を持っていただいて、はい、ご自身の人生運気アップにつなげていただけたらいいなっていうふうに私も思います、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。今日お時間を取っていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。